そりゃ男にとっては人生のハイライトだし緊張す。はっはっはっ、もっとどんとしとりんしゃい。俺をいつまで玄関でスタンバイさせる気だい。松下裕二。はっはっは、大手企業のエリートさんかいな。ああ、いい男捕まえたな、かなえ。誠実そうなのもいい。お父さん。娘をよろしく頼みます。自分が持っている中で一番いいものだからと期待してると、その時譲ってくれたんだ。歯に衣着せぬ物言いで、昔かたぎな霧深い人だった。でも俺は仕事で失敗して会社をクビになって、自信もなくして期待に添えなかったと時計を返そうとしたんだ。だけどお父さんはしっかりしろと言って親身になってくれて、それなのにお前は。なんで。アキラさん。ねえ、しっかり。翔子さん、人のものに手を触れないで。汚らわしい。ねえ、七尾さん。この人、お父さんのこと何にも分かってないの。だって主人が職を失った時、お父さん主人を励ます裏で私に何て言ってたと思います。金も将来もなくした男に価値はない、離婚しろって。次はもっと肝の座ったやつにしろ。安心して俺の世話を任せられねえだろうが。昔からそう、外面を取り繕うのはうまかった。でも家の中では自分の意に沿わなければ暴力で従わせるような人、私の気持ちとか言葉には聞く耳も持たないの。だから殺しちゃったの。後悔はしてないわ。私にはこの人がいる。この人だけがいればいい。愛してるわあなた。あのさ、これ俺らがいる意味ある？まあ差し詰め、あんたらの事情に深く関わった俺らの口封じだろうけどさ、俺らは法的にいない人間だし。どうして殺したとか愛がどうとか言ってるけど、依存してんだよあんた。俺に言わせればさ、旦那の金にすがった父親と旦那の存在にすがるあんたは同じに見える。